パソコンゲーム、パソコンゲーム、PC ゲームはパーソナルコンピュータで動作するコンピュータゲームである。ハイエンドなゲームパソコンはより複雑かつ多量の処理をこなすことができない。プラットフォームと比べてより複雑かつ多量の処理をこなすことができる。多くのパソコンゲームはこのようなハイエンドパソコンで動作させることを前提として開発されている。 そのため他のプラットフォームよりも視覚的なクオリティが高められていることが多い。主に挙げられるのは FHD や 4K などの高解像度、または複数のディスプレイサポート 120fps を超える高速なフレームレート、影や水反射、テクスチャなど精密なグラフィック、アンチエイリアス処理による見た目の向上など様々なものが利用できる。キーボードやマウスをはじめとして、 より幅広い入力デバイスやバーチャルリアリティを含む周辺機器がサポートされている。ゲームパッドやジョイスティック、ハンドルコントローラー、タッチパネル、3D グラス、VR ゴーグルなどがある。一部のゲームではユーザー自身がゲームの拡張や修正、またはキャラクターをカスタマイズし、一種の DLC としてそれらのデータを配布できる MOD と呼ばれる機能がある。 パソコンプラットフォームの決定的な特徴はソフトウェア反復方法がシステムに制御されないことである iOS、Android で言えば App Store、Google Play、PlayStation で言えば PlayStation Store のような縛りが存在しない。これによる利点は以下のソフトウェアコストの削減につながる。1995年に Windows95 が発売されて以降、 PC におけるゲームといえば、Windows、Dardox 向けが圧倒的で、1990年代前半までは存在した MSDOS とマッキン都市間でのプラットフォームの違いがあぼなくなっている。Dardox 向けの GPU には NVIDIA GeForce や AMD ラデオンがある。2016年現在でも、オパングルや MAX、Linux、Android 向けにゲームは開発されているが、 大手パブリッシャーから出ているゲームは Windows からの移植がほとんどで Windows 以外の OS 向けにゲームの開発を手掛けるパブリッシャーはパンやソフトウェアなど非常に少数である Windows10 では Windows ストアのアプリ基盤としてユニバーサル Windows プラットフォームがあり Xbox One なども対応している2002年に発表された Steam はゲームのダウンロード販売と配信 著作権管理、アクティベーションによるコピーガード、自動アップデート、そしてソーシャルネットワーク機能があり、完全なダウンロード販売のため、パッケージや説明書の印刷コストや流通コストも必要なくなり、ゲームの低価格化を促進した。さらに、スチームの特徴として常に何らかのセールを行い、年に数回の大規模セールでは4000を超えるタイトルがセール対象となり、 AAA タイトルでも50%引き75%引きなどだか割引率での販売レル。これは販売コストが低いダウンロード販売ならではの手法であり、セールによって売上の向上とさらなる利益をもたらしている。これら、スチームやオリジンやユプラは単なるゲームのダウンロード販売サイトでなくゲーム配信プラットフォームであり、CD キー、シリアル番号の入力によって 自社ストアからの購入でなくてゲームをアカウントに追加することができる購入した CD キーをアカウントの情報に登録する必要があるため CD キーを2つ以上のアカウントで使い回す不正を防ぐことができる小売店においても在庫コストを要しない CD キーのみの販売とするメリットは大きく2014年現在では世界の PC ゲーム販売のほとんどが ゲーム配信プラットフォームを介したものであり、パッケージソフトでの販売はごく少数にとどまっている。高速インターネットの普及で大容量の PC ゲームが短時間、環境によっては数分でダウンロードし、遊べる手軽さや通信経由のため中間費用が一切かからないことによる低価格が市場を後押ししている。2010年以降、PC 上でしかプレイできない マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ、モバというジャンルの急激な普及と、エレクトロニックスポーツや、ツイッチなどのライブストリーミング配信プラットフォームで、観戦して楽しむ人たちの増大が、PC ゲームの市場規模拡大を後押ししている。今後も、スマートフォンと並んで、ゲーム市場の成長の牽引役となることが、予測されている。くたらぎ県によれば、 PC でのゲーム開発環境ひいてはゲームプレイ環境の充実によりゲームタイトル開発における家庭用ゲームと PC ゲームのプラットフォームの融合も進んでいるスマートフォンの普及や日本ではコンソールゲームやアーケードゲームの市場が衰退するほど進んでいる非英語圏であることなどの理由によりスチーム総ユーザ数のうち日本ユーザは4-5%まで増えてはいるが 以前、日地市場から脱するには至っていない。日地市場ということもあり、少数の人々から大きく利益を得ようとするためだ価格な傾向にある。日本の PC ゲーミング市場は3000万ドルの規模という、ハイエンド志向が最も強い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。